ファクター X っていうのはその体がもう効かなくなった自分とか自分の仲間とかがもっと飛ばしたいっていうんで、もっと飛ばせるものを作ろうと思ったのがこのファクター X の、開発の第一歩だったんですね。飛距離が全然出なくなったんですよ。これやはり60歳を過ぎると体力的にも筋力的にも力がやっぱり落ちてくるから、当然のことながらその飛距離がどん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 落ちてくるんですね。飛距離が落ちるとどうなるかっていうと、ゴルフがちょっとつまんなくなってくる。またライバルの友達とかにその一緒に回っててね、追い抜かれたりすると、ああなんで飛ばないんだって力が入ってまたダメになったりっていうケースも出てくるわけですよ。でこれは僕だけではなくて誰でも絶対そうだと思うんですね。年を取って体力落ちてきた、でもそこで飛ぶクラブが作れる環境にあるとしたら、どんなクラブを作ったら飛ぶのかということは僕はすごくもう明確に理解してたんですね。データとかは研究の成果のおかげで持ってるわけです。アメリカのオハイオ州立大学に来まして、ドクター・アームストロングという方と、奥田勲という助手のね研究チームと一緒にモーションキャプチャー、体のね動きを全部観察するコンピューターなんですが、それで、解析した。その結果こういうふうにしたら飛ぶんだっていうデータが全部取れたんです。自分の身体能力に合ったものをいかに手に取ることができるかっていうのが、実は飛ばせるか飛ばせないかの最大のポイントだと思うんですよ。だから自分に合ったものを作ったわけですよ。もう僕自身66歳なんで、もうシニアもシニアなんですけれども、やっぱり自分の身体能力っていうのは腕力あるとかそういう問題じゃなくて、体が効くか効かないかっていう考え方された方がいいと思うんですよ。その体が本当にスムースに動くかどうかっていうのはものすごく大事だと思う、ね、それ体が効く、体が効いたんだけど年取って体が効かなくなる。で体が効かなくなった人がですよ、体が効く頃のクラブとか体がすごく効くプロゴルファーが使ってるものとかとトライしようとしてもちょっとやっぱり難しいですよね。だからファクター X っていうのはその体がもう効かなくなった自分とか自分の仲間とかがもっと飛ばしたいっていうんで、じゃあこのぐらい軽くてこんな振りやすかったらすごく扱いやすいんじゃないかなと思って、もっと飛ばせるものを作ろうと思ったのがこのファクター X の開発の第一歩だったんですね。